夢ラジオ第5844回今日は令和5年12月24日日曜日です時刻は午前11時半あと30分したら正午そんなお昼です空は曇っていてセンター南の 焼却炉の煙突からもくもく今日は煙が出ててその煙が空の雲とすぐ混ざり合っていますね丹沢の稜線もぼんやり富士は見えませんさて日曜日朝今回は「兄弟順序と人生達成度」こんなタイトルでお話ししましょう。 兄弟のどの順番で生まれたかと人生の達成度に相関関係があるのかというそんな話ですねこれからのビジネスはオリジナルな考えをいかに出せるかこれがテーマですオリジナルであること違うこと新しいこと しかも単に違う新しいだけではダメでそれが美と結びつかなきゃいけないんですよ。そして初めて商品化それはものであれサービスであれねこの時にそういうオリジナルオリジナリティを出せる人と兄弟の何番目で生まれているかということに 関係があるのかというそんなお話です一般的に兄弟順序なんかその人生の達成度と関係ないと思われてしまうかもしれませんがただ兄弟何人かで育ったという経験があったらいやそうでもないぞとどの順序で生まれたかってそれなりに自分に影響もしたなとそうもお思いになりませんか よく言うのは長男はあるいは長女は人をまとめるような立場に立ってそして末っ子は甘えん坊で,甘えん坊でとわがままでとかまあこういうことはよく言われますよね。でそれだけじゃなくて人生の達成度つまりどれほどのオリジナルをこの人生に付け加えたかというそういう研究はね実はあるんですよ。 この時その遅く生まれた方がリスクテイカーリスクを取る人になりやすくそれゆえオリジナルにも届きやすいこういう結果が出ているようです逆に長男長女の場合はですねどうしても型にはまった そそして保守的な、うういう考え方にななってしまい、それゆえオリジナルを出せない。野球のメジャーリーグでジャッキー・ロビンソンって人ご存知でしょうか初の黒人メジャーリーガー差別と戦いながらも不当の記録を打ち立てたあのメジャーリーガーですね。 ベーブ・ルースに次いで有名なんじゃないでしょうか MLB の歴史ではあのジャッキー・ロビンソンは盗塁が非常に得意でただの盗塁だけでなく本当つまりあのホームベースへの盗塁これがねなんかず,ずば抜けて多いんですよ。 でちょっと野球知っていればわかると思いますが本当つまり三塁からホームへというあの盗塁は成功しないんですよ。なぜならあの三塁から本塁へ走るよりもピッチャーのマウンドから本塁へつまりキャッチャーへ球を投げる方が速いに決まってるじゃないですか。あの人が どんな速い人でも三塁から本塁へ走るのとそのマウンドからあのキャッチャーへとボール投げるのとではねしかもあの本当っていうのは危ないでしょあのフィジカルコンタクト体の接触がありますから怪我もしやすいだから普通しないんですよ本当っていいことがないからで盗塁王 っていうのは何人もいても、その盗塁を、盗塁が得意だという人も本当はしない。さっき言った理由で。可能性がない。ところがこのジャッキー・ロビンソンって人はね、なんかズバ抜けてこの本当が多い。成功させているんですよ。なんでそんなにホームスチールするんですかって言われても、いや、なんかやろうと思ったとか。いや、失敗したっていいじゃないか。とか。 こんなあの答え方だったようですよロビンソンはそしてこのリスクテイキングつまり可能性は高くないけれど成功させれば点は入るつまり一塁から二塁への盗塁が一般的でしょけどこれ二塁まで行ったって次の打者が打ってくれるかあるいは チーームがエラーでもしてくれないと点には結びつかない逆に本当はうまくいったらそのままそれが点になるわけですよやってみる価値はあるとそしてそのさっきから出てるロビンソン選手5人兄弟の5番目だったと s s エコなんですねでこのロビンソンのこのリスクテイキングこそ 兄弟順序が人生の到達度において相関関係を持つこの一例じゃないかこういう議論があるんですよ。これは聞くに値すする議論かなと思いますねもちろんあの遅く生まれた人がリスクテイキングそしてオリジナルな考えを生み出しやすい。 長男長女はなかなか難しいとこうすぐに一般化するというのは控えるべきですよね。だって長男長女でオリジナルのことやってる人は探せばいくらでもいるでしょう。ただし統計こういう話をする時は確率とか統計の話になりますからその時にはやはり明らかに下の順序で生まれた兄弟の方が。 リスクテイキング取りやすいそれだけ多めに見ててもらえてたんでしょうね逆に順序が上長男や長女は責任がありますからやはり下の兄弟へのそして親へのなかなかリスクテイキングが取れないリスクテイカーになれないでそのジャッキー・ロビンソンだけでなく盗塁を そのメジャーリーグ人生で決めることが多かったそんな選手のまあるんですねまあ暇な人もいるというかやっぱ圧倒的に盗塁で成功する選手は例えばさっきのロビンソンの5人兄弟の5番目こんな感じでなんか10人兄弟の8番目とか。 昔の人ですから兄弟が多いんですよね3人兄弟の3番目とか7人兄弟の5番目とかこんなあの順序ばっかり。でもう一つ面白いデータは早く生まれた年長の兄弟順序が早い兄弟は仕事を始めるときにはより 収入を稼ぐ傾向があるけれどやがて下の兄弟に追い抜かれていくこういうデータもあるようですつまり下の兄弟はまあ言ってしまえばチャランポランでで、あんまり深く考えずに人生を送っていけたとでそれで就職するもんだから最初は大したことができないだがリスクテイキングができる 転職職してもっととといいいい場へと移ることにためらいがななオリジナルな考えが出せるこのことによって最初はつまり20代30代の頃は年長の兄弟に例えば収入面で負けていてもやがて逆転するそういう例が多いこれがやっぱりアメリカの統計で出てるようですね。 で今さっきからお話しているのはそのジャッキー・ロビンソンといい舞台はアメリカだと思ってください。兄弟順序と人生達成度一般的にぼーっと思う年長の方が思いやりがあって責任感も強くてで年若になると。 わがままでやりたい放題でっていうあのイメージだけでなく実はオリジナルなものを人生に付け加えることができるかという点では一般的には低く見られがちな年若の兄弟遅く生まれたものにこそリスクテイキングが容易であるがゆえによりチャンスが回ってくるそういう可能性が 高いこんな結果出てるようですね。